傭兵、傭兵、傭兵は、金銭などの利益により雇われ、直接に利害関係のない戦争に参加する兵、またはその集団である。雇いという漢字が、常用漢字及び、新聞漢字表に含まれないため、一部の新聞等の報道では、雇い兵と表記される。傭兵は現代でも存在しており、 民間軍事会社のような新しい形態の傭兵も登場している。直接利害関係のない第三者でも、大義、信念、信仰などに基づいており、金銭が主要目的でないものは、義勇兵と呼ぶが、両者の区別は、さほど厳密ではない。また、国軍の職業軍人は、金銭で雇われているが、利害関係のある自国のために戦うため傭兵とは、呼ばない。 もっとも、近代国家成立以前は、給料をもらう、職業軍人はしばしば傭兵と称された。19世紀の近代国民国家成立の以前においては、傭兵は、市民兵、封建兵、徴収兵、奴隷兵と並ぶ主要な兵の一つであった。17から18世紀、近世に入り、各国で中央集権化が進むと、自国民から構成される。 常備軍が創設されるようになり、従来と比較すると、傭兵の需要は減ったが、継続的に戦争が行われる中で、傭兵も、常備軍と並び、封建軍に置き換わる兵力として使用された、10年、戦争など。しかし、ニッコロ・マキャベリは、君主論の中で、その当時のフィレンツェが、傭兵に依存している状況を批判して、市民軍を創設すべきであると主張し、また、実際に、 近代国家成立後に国民軍が作られるなどしており、傭兵は国家に忠誠を尽くさずに、金銭のために戦争をする戦争屋であるとして、傭兵に頼ることが問題視されるようになり、また、傭兵自体も戦争屋などとして非難されることがある。近代の帝国主義の時代には、非正規な軍事行動を母国の思惑に従って実施する私兵、民兵の一類系組織が、 傭兵的に利用された。現在では、傭兵は国際法上で戦闘員として認められていないが、アフリカの紛争では民間軍事会社に雇われた事実上の傭兵が暗躍していると指摘されている。また、その他の地域の民族、宗教紛争などでも、義勇兵と傭兵の両要素を持った者が参加している例が多い。イラク戦争においては、 アメリカ合衆国連邦政府が民間軍事会社を大々的に導入た。2007年10月現在、各社合わせて米政機軍を超える18万人が活動中と言われる。そのうちの少なからぬ部分が事実上の傭兵であると思われるが、業務の性質上詳細は公になっていない。傭兵は金や状況でたやすく裏切る一匹狼や乱暴者、 ならず者というイメージを持たれがちであるが、傭兵の受け入れの形態は、当該組織や関連組織からの接触、もしくは過去の行動を共にした仲間からの紹介など、直接武装組織に接触して、売り込みをかける方法もあるが大半であるため、技術はもとより雇用主や、傭兵同士の信用や、一定の対人能力も求めら、悪質なものは排斥されるというのが実際である。 軍事視野のクレーナーは、傭兵は戦争の当事者であると同時に、犠牲者でもあると表している。国家が傭兵を使用あるいは支援を禁止することを、明文化した傭兵の募集、使用、資金供与及び訓練を禁止する条約は1989年に国際連合総会において採択され、2001年に発行したが、2008年11月現在、 定約国は32カ国にとどまっている。歴史的に傭兵の雇用の困難は解雇する場合に生じる場合が多い。紀元前240年の第一次ポエに戦争終結時、カルタゴは解雇条件に不満を示した傭兵の反乱に悩まされファミルカルバルカに明治鎮圧を行わせている。豊臣氏は大阪冬の陣において雇い入れた、浪人の初段に難従し、 それが永遠となり大阪夏の陣を招いている。1977年のジュネーブ条約第1、追加規定書、第47条では、傭兵を以下に挙げる事柄をすべて満たす場合と定義し、該当する傭兵には、ジュネーブ条約第47条が規定する、戦闘員としての待遇を認めてない。傭兵の募集、使用、資金供与及び訓練を禁止する条約では、 武力紛争目的以外として、政府転覆目的や憲法秩序弱体化目的や、領土保全妨害目的でも、傭兵の対象としている。徴兵制、または志願制による、国民軍の軍人も、その多くは報酬を受け取っているが、彼らを傭兵と呼ぶことはない。それは、その歴史的経緯に由来する。元来、兵役は、 事故の属する共同体を維持するための義務であり、無報酬であった。多くの国では初期にあっては装備品ですら、各人の負担であった。しかし、長期の戦争を戦い、国土を拡大、あるいは防衛するためには、兵役を務める者の生活を保障する必要がある。この生活保障の必要性から、兵役に報酬が支払われるようになったのである。このように、 国民軍の軍人は元来無報酬、義勇兵。現在で言うボランティアであり、純粋な職業としてではなく、共同体に属する者としての義務を果たしているという、性質上から、給与が支払われていてもこれを傭兵とは呼ぶことはない。上記のように、国民軍を編成する方法以外に、もう一つ長期戦を戦う方法がある。それが傭兵である。国民軍が、 一定の市民的義務を負う者によって編成されるのに、対して、傭兵は、このような義務を負わない、主として、報酬を目的とする者であるという違いがあるのである。傭兵は、自らの肉体しか財産を持たない男性が、突きうる数少ない職業でもあったため、その歴史は、非常に古く、身分や職業が分化し始めた頃にはすでに戦争に、従事して、 日々の糧を得る人々がいたと即される。古代オリエントでは、徴兵軍、傭兵軍、奴隷軍が、軍隊の構成要素であった。傭兵と、その他の兵種の区別が容易になる古代以降では、兵のなり手の少ない文化程度の高い、豊かな国、古代ギリシア、ローマ、東ローマ帝国、イタリア都市国家がや東霊や、直属軍の少ない封建制国家の君主が、 直属軍の補強として使う例がある。また、一般的に戦闘の際の臨時の援軍として使われた。日本の武士も古い段階においては、傭兵的要素を多分に有していたと言われている。実料制の推備に伴って軍団に代わって設けられた賢治も、伊佐を、長の免除を受けた上に兵糧などの名目で多額の金埋支給されていた。その後、軍団制が復活するものの、 実態は徴兵制的なものから傭兵的制度に移行していくことになる。例えば、天平十二年に起きた藤原博次の乱において、戦闘の奇数を決したのは徴兵で集めた軍団兵ではなく、異民族の早戸や士兵として軍事に雇われていた騎馬兵だった。大道元年10月に、エゾの不六百4 0人を太宰府に移動させて、先森にしたのをはじめとして、 旧世紀を通じて朝廷は、東国で得た、戦争捕虜を休養し、先森や海賊対策として、西国で活用した。大道4年6月11日の大乗官府には、京都の守備兵増員の際に、徴兵された者が、兵士領、兵士戦を収めて、これを免れ、代わりに兵士となる者を雇用している実態が、明らかにされている。また、元行7年に、 新たな海賊対策として、募集で集めた老人に、艦艇で装備を与え、要害を守備させる、数族兵士の制度を設けている。これらの職業軍人の募集は、10世紀に、諸国の実力者が、諸下兵士、諸国兵士と呼ばれる士兵を蓄えて組織化していく、傭兵制度のもととなった。また、地方官となった呪領たちには、一般的には自分たちを守る兵力を有して、 いなかったために武芸に優れたものを一時的に、を落として雇い入れていることがあった。枕の創子には、樹木の際に、受領の候補者とされる人の下に人が集まってきたが、受領になれなかったと聞いて散っていったという描写があるが、こうした人の中には、労働となってその経済的恵みの分け前に、預かろうとした人たちも含まれていたと考えられている。運州消息にも、 三義藤原坊より、前将軍平羅坊へ護衛の兵を借り受ける書簡の文令が載せられているが、これもこうした傭兵的な監修の存在を裏付けている。中世以後の仏師は土地とのつながりが密接だったほか、しばしば長期の平和で戦争が途絶えることがあったため、傭兵的要素は次第に失われていくことになるが、規模は小さかったものの南北朝時代には海賊衆と言われる、 水軍勢力や悪党、信伏信野と呼ばれる反応の武装集団や増評、抗議的な足がある。中には、戦は二の次にして、乱暴取りばかり行うケースが多く存在した。などが、比較的ポピュラーであったほか、彩花、根頃などの鉄砲、伊賀、甲賀の忍術といった特殊技能集団が、傭兵的に雇いれた。人の乱には、骨川道に代表される、 共中悪党と呼ばれる集団は、図病部にも描かれている。また、出自が癒しくても、当時、器用人と呼ばれた、有能な武士は主人を、幾度も変え、自分の才能を売り込み、東道高虎のように大名にまで出世した者もおり、事実上の傭兵とも言える。彼らの目的は、金銭的温床というよりは、むしろ功績に対して主君から出される感情にあり、これを受けることで、 次の士官において高い報酬を得ることが可能となった。また、身分の別なく、自らを戦力として大名に押し売りする者もいた。彼らは人狩りと言い,い、自ら武具や兵糧を用意して戦場に駆けつけ、戦に参加した。恩賞を確実にもらえたわけではないが、これによって名を挙げた武士もいる。このような者の,の最も大規模な例は、大阪の役で大阪城に入城した浪人であろう。 しかしこの戦で、大阪法は負け、日本では徳川幕府による天下統一が成し遂げられた。戦がなくなった国内に活動の余地がなくなり、日本の武士が多数海外に流出したのが当時の現象であった。浪人の中には、山田長政のように、あゆたやプノンペンなどに渡り現地の王朝に雇われ者も現れた。ピーター・ウォーレンシンガーによると、 イギリス東インド会社の傭兵の半数は日本人であったとのことである。また、アンモイナ事件において日本人傭兵が殺害される事件が起きる。こうしたことから海外での日本人傭兵の活動の変臨を伺うことができる。近世になると、臨時雇い兵の増票は足軽が大名に常勤による同心の身分として雇われることが 多かったのと比較すると、不利な部分が多い下の中間、下人と呼ばれる身分は、武家奉公人として、必要時だけ雇われる、非正規雇用の身分となることが多かった。そして、明治維新を経て、物集団は解体され、近代国家として、徴兵による国民軍が形成されるに至り、金銭で雇用される兵員という身分は日本からは消滅した。古代ギリシア、 ローマでは当初は市民権を有する者が自発的に軍に参加する市民兵が主力であったが、やがて市民兵勢は衰退し、傭兵に頼る割合が増加していった。辺境の民族が傭兵となることが多く、北アフリカ諸部族やガリア人など、後にゲルマン人の移動が始まると、これを盛んに傭兵として雇ったが、後には国境近辺に定住させ、 トンデン兵のような形にすることが多くなった。また、マラトンの戦いで、重装不評の威力を知ったペルシア帝国においても、多数のギリシア人傭兵が雇用された時期がある。兵士の不足したローマ帝国では、市民権を得るために補助兵となる、植民市民や、属州民が多数存在したが、カラカラ帝による、アントニヌス直令を受けてそうした、自由民が市民権を得ると、 兵のなり手が不足して、ローマ帝国はその兵力の多くを傭兵に頼ることとなった。中世においては、西欧の戦闘の主力は騎士を中心とした封建軍であったが、国王の直属軍の補強や戦争時の臨時の援軍として傭兵が利用された。傭兵となるのは初期には、ノルマン人、後には王政の未発達なフランドル、スペイン、ブルゴーニュ、イタリア人などが多かった。 ビサンティン帝国では主力としてフランク人、ノルマン人、アングロサクソン人傭兵が使われた。この時期の傭兵は敵を倒して雇用主から得る報酬だけでなく戦場での略奪や敵有力者の誘拐目の白金なども収入としていて戦争を長引かせるやらせ戦争も行っていた。傭兵の雇用は契約によって成立していたので 出来味方陣営に関わらず最も高値の雇用紙と契約することなども行われ、主君の主君は主君ではないという言葉がこの時代の傭兵の立場を表している。国家は傭兵個人とではなく複数の兵士が集まった傭兵団フリーカンパニーと契約していたが、傭兵団も補強のため正式に除訓されていない、自称騎士、黒騎士やフリーランサーの傭兵を雇いれていた。 中世の終わりから近世にかけて、イタリアの都市国家は独立性を高め、傭兵の需要が伸びたため、シニョーレと呼ばれる、イタリアの将軍種が、紙兵ごと売り込んだ。これらの契約形態は、コンドッティエーレと呼ばれる。近世に入ると王権が強くなり、軍隊の維持能力のある国の王は、傭兵部隊を中心とした、直轄軍を拡大させるようになる、フランス王国における、 スイス傭兵等。やがて常備軍は自国の兵が中心となるが、戦争が定常的に起こる中、傭兵も大きな役割を果たしたドイツ傭兵ランツクネヒトなど、オラニエコー・ウィレムが率いたスペインに対する反乱軍も、初期はほとんどがドイツ人傭兵で占められていた。海軍が大規模に常備されるようになる以前は、海戦の主力は臨時で雇われる海賊や、 海運業者たちであった。16世紀から18世紀に盛んになった、死略船も民間船に、臨時の死略免許を与えていただけで、海の傭兵とも言える。近代以降は、フランス革命により、国民国家が創設されると、国民の愛国心に訴えた軍勢である、国民軍という発想が出てくる。国民軍は、傭兵より維持費が安価で、 大量動員できることや国家と国民との一体化を図ることができるなどの利点から、傭兵の重要性は低くなった。しかし、アジア、アフリカ、南アメリカ等の植民地化において、傭兵的性格の非正規軍、民兵が利用された。英印軍のグルカ兵や宿教徒たちもその類いだが、19世紀にはスイスが国民の傭兵活動を禁じたことから、 カナダ出身者の傭兵が多く、クリミア戦争をはじめイタリア統一戦争、南北戦争、メキシコ干渉にも多数参加していたという記録もある。また、フランスでは1831年に実質上傭兵部隊であるフランス外人部隊が創設さ現在に至っている。ヨーロッパに傭兵の地位の低下が目立ってきた一方、17世紀には各国の東インド会社が 自国の権益を現地人や他国の東インド会社から守るために傭兵を活発的に雇っていた。主に傭兵が活躍することが多くなった。踊らした地域はインドは大陸においてで、その主な傭兵の構成員はドイツやスイスの傭兵部隊、そして現地で募ったセボイ人、クルカ兵などの傭兵であった。植民地主義が各国で起こり、植民地経営が 東インド会社から帝国へと移っても、基本的に傭兵の使用に関しては変わらなかった。この時代には、近代的な軍隊、国民軍を組織していたのは、ヨーロッパの先進国のみで、多くの国では臨時に編成した民兵部隊や傭兵を支配階級が指揮する、旧来的な組織が残っていた。これらの国では、軍の近代化のため、 友好国から軍事顧問団を派遣してもらうこともあったが、一部では軍事教育を受けたヨーロッパの将校を指導教官として直接雇用することも行われた。雇われた将校は外国人であるため自国の軍人ではなく指南役として雇用した傭兵であった。また、家宝の取り扱いなど近代兵器の運用法を習得するため、 技術昇校の昇兵も行われており、例としてイギリス軍の技術昇校、測量技師だったウィリアム・ライトは退役後にエジプト軍に砲撃指揮官として迎え入れられいる。日本では幕府陸軍の創設時にヨーロッパへの視察などで独自研究を行ったほか、フランス軍事顧問団の指導を受け、幕府海軍はオランダ海軍から教官の派遣を受けたが、 エジプトのように個人と直接契約することはなかった。ただし、フランス軍事顧問団の一部は義勇兵として母親戦争に参加した。第二次世界大戦後に国際連合総会において1960年に植民地独立付与宣言がなされると、こうした植民地保有国の直接的な植民地経営が困難となった。そのため各国は、 自国の兵ではなく、間接的に、傭兵を使って、自国の権益を守ろうとした。例えば、今後から分離した、カタンガ国のベルギーによる傭兵の派遣である。またこの傭兵は、ビアフラ内戦においてもイギリスに雇われている。この時のイギリスの目的は、イボ族の多い地域を、ビアフラ共和国として独立させることによる、石油利権の獲得であった。 こうした傭兵の派遣は国連においても問題とされた。この問題が後の傭兵の募集、使用、資金供与及び訓練を禁止する条約につながる。参考、安全保障理事会決議161、169など。西ローマ帝国を滅亡させた、おどわけるルネサンスキーイタリアの傭兵隊長として、 ウルビーノのフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロやミラノのスフォルツァ家、フランチェスコスフォルツァ、ルドビーコスフォルツァ、30年戦争時のアルブレヒト・フォン・バレンシュタインやアンブロジオ・スピノラなどが著名である。また、ギリシア人でありながら、ペルシア帝国の傭兵として活動したクセノポンやメムノンもいる。ウィリアム・ウォーカーは、自分の国を持つという野心を叶えるために、傭兵部隊を率いて、 侵略ためを繰り返した。ゲッツフォン・ベルリヒンゲンは、盗賊騎士として、フェーデという制度を悪用していた。また、ドイツ農民戦争で、傭兵隊長として民衆に味方しており、史実の人物としてよりも美化された、ゲーテの戯曲の主人公として著名である。厳密に分類することはできず、実際には、以下のいくつかの特徴を兼ねている場合が多い。 20から21世紀の現代においても、各地の戦争、紛争において傭兵は存在し、特に民族、宗教紛争などでは傭兵の存在が散らつく。これには、当事者集団に近代戦を行うだけの能力が不足していたり、敵対勢力より戦力上の優位を素早く獲得するため傭兵を雇うのが便宜であるといった雇用者側の事情や、 経済的な理由により危険はあるもののこれに応じようとする傭兵のなり手側の事情がある。講義では雇われて戦争に関する仕事を行う者すべてを傭兵と呼ぶこともあるが、ジュネーブ諸条約第一追加議定書の傭兵の定義を要約すると主に金銭、利益を目的として雇用され、戦闘行為を行う第三国人及びその集団で 紛争当時国の軍隊の構成員とならないものに限定される。したがって、競技の傭兵では、アフリカなどで活躍した個人、小グループの傭兵のみが当てはまる。他の傭兵に似たものとしては、以下のものが挙げられる。このうち、正規軍として扱われる外人部隊については、フランス外人部隊などを参照。バチカン四国のスイス人傭兵の例は、 中世からの関連に基づく儀上兵である。現在、スイスの法律では傭兵となることを禁止しており、儀上兵は唯一の例外とされているバチカンの聖職者が自力で領域を守ることはできない。通常、著名な傭兵が雇い主と契約を交わし、その傭兵のもとに以前からのグループやフリーランスの傭兵が集まるという形態をとる。現代の傭兵は、 金銭、利益のためだけではなく、しばしば事故の支持する主義、宗教などの側に立って戦うという点で、歴史的な傭兵とは違い、義勇兵的な側面を持っている。これは、冷戦時代に数多く見られたケースで、航空機や艦艇の製造国である先進国のパイロットや技術者が発展途上国の空軍や海軍に派遣されて、技術指導や訓練ばかりでなく、 実戦にも参加するケースである。現在の兵器が極めて精密緻密なために、高度な技術を保有しなければ運用、整備ができなくなっているためということが大きい。例えば、リビア空軍やスーダン空軍、初期のエジプト空軍などでは、旧ソビエト連邦から派遣されたパイロットが航空機を運用していた。また、第二次世界大戦以前の大会軍は、 外国人の海軍士官が多く存在しており、彼らが官邸の運用と対人海軍兵士の訓練を担当していた。また、やはり第二次大戦中のアメリカが日中戦争で中国支援のための義勇部隊、空の賞金稼ぎ、フライングタイガースを活動させようとしていた。結局、実際に部隊が戦闘に参加したのは日米海戦後になった。このほか、 中華人民共和国やフランス、北朝鮮などがパイロットや教官を発展途上国に多く派遣していると言われる。ベトナム戦争中に CIA が関わったエアアメリカもこの位置と言えよう。アフリカ諸国など発展途上国においては空軍は装備ばかりでなく訓練システムも貧弱であり、自国民のパイロットが育成できない場合も多い。この場合、内戦。 クーデターなど緊急事態においては、傭兵のパイロットが航空機の運用に関わることが、しばしばある。チャドの内戦においては、チャド空軍の A-1 スカイレーダー攻撃機は、もっぱらフンス人傭兵が運用していた。この場合、契約は、国家間もしくはそれにメーカーを加えたケースが多い。もっとも、国家間で協定がなされ、専門家が派遣されるような、場合に、実質的にそれを、 どこまでが傭兵であり、どこからが軍事支援、軍の派遣などであると捉えるかの線引きは明らかなものではない。さらに、先進諸国であっても、軍の合理化策として比較的機密事項の少ない、輸送、訓練、支援、給油などを民間企業、元軍人が経営することが多いに委託することもあり、この点でも線引きは曖昧になりつつある。詳しくは、 民間軍事会社を参照のこと。このタイプの傭兵については、民間軍事会社、PMC の項も参照。純粋な営利目的として、内戦やクーデターに関わるということで、歴史的な意味での傭兵に最も近いと言える。ただし、特殊作戦や航空作戦を除いて、直接実戦に参加することは少なく、顧問、共感という形で、 間接的に実践に参加する。雇用主は、正規の政府が多く、時には、油田や鉱山などその国に利権を持つ、大企業である場合もある。こうした傭兵は、元特殊部隊員などの軍人出身者、退役軍人が多く、組織化されて企業化されていることもある。イギリス、アメリカ、南アフリカ、現在は、非合法化などにこうした企業が存在す。 大手企業の一部には、戦車、装甲兵員輸送車、榴弾砲、攻撃ヘリコプターといった、正規軍と大差ない装備を独自に保有していることも、ある。ただし、表向きは、民間警備支援サービスなどと称する場合がほとんどで、ある。さらに、民間軍事会社所属の傭兵は、警備員、警備会社社員と称すことも多い。実際に、当初は発展途上国や、 治安の悪化している国において、オフィス、工場、鉱山などの警備をしていたものを、発展途上国の政府が見込んで依頼をしたというケースが多い。需要者としては発展途上国に多い。これらの国の政府軍は、技術、装備に乏しく、また指揮に問題があることもあって、兵士としての十分な行動に期待できない場合がある。特に内戦を抱える発展途上国は、 冷戦時代には、各陣営から支援を受けて、軍事力でそれを抑え込んでいたが、冷戦が終わりそれもなくなってしまうと、そうした発展途上国は、反乱分子の鎮圧を民間軍会社に頼るようになった。さらに、内政不干渉の原則などにより、正規軍兵士の身分を持つ者が関わることが困難な任務も存在する。このような場合、 政治的リスクが小さい傭兵を受け入れるということになる。アフリカ諸国では、急宗四国の思惑が絡む場合も多く、例えば、アンゴラ内戦においては、冷戦期に敵であった南アフリカ軍の元兵士たちを主力とする傭兵企業、エグゼクティブ・アウトカムズ、1990年代に政府軍の支援を行い、一定の成果を上げたと言われる。また、西側先進国政府が、 雇用種であることも多い。この場合、世論の動向から表立って、軍事介入はできないが、国益やビジネスのための、かなり、ダーティーな解決法として利用される。当然、露見した場合のリスクは、かなり高い。さらに、近年、軍事予算の削減や正規軍兵士の戦士が、世論から避難を受けるという傾向を踏まえ、危険性の高い地域でのパトロール任務を、民間、 警備会社に委託するケースも見受けられるようになっているイラク戦争においても正規軍以外に用人警護や特殊任務に参加している民間人が確認されているこれらもこうした傭兵の一つと考えられる国家が編成した軍隊の外人部隊へ入隊した者は国が身分を保障するため法的には傭兵ではなく正式な軍人として扱われる一方で 企業や個人が雇用する傭兵の場合は、非合法戦闘員あるいは単なる犯罪者と解釈され、捕虜になったとしてもジュネーブ条約における捕虜の規定が適用されずに処罰される可能性が高い。また、自国の在外機関や軍の救難部隊の援助を求めることは困難である。さらに、後者で敵戦闘員やテロリスト等を殺害した場合、たとえ無事に帰国しても、 殺人罪の国外犯として、自国政府に罰せられる可能性がある。国によっては傭兵になること自体を犯罪行為としている国もあり、マイク・ホワーやサイモン・マンのように、反傭兵法で実刑を受けた例もある。反傭兵法では、傭兵の雇用者や資金提供者も、処罰の対象としており、2005年1月に、 マーガレット・サッチャーの長男であるマーク・サッチャーが赤道ギニアのクーデターを企んでいた傭兵の際も万円、マンへ資金援助を行った容疑で逮捕され、反傭兵法で基礎有罪になっている。日本ではアイセルの戦闘員としてシリアに向かうことを計画した大学生に視線予備罪、支援陰謀罪が適用された。このように現代では法的な民間軍事会社の 立場が非常に不明確であることが問題となり、2008年9月17日に、モントルー文書として、民間軍事会社の人員に対する指針が作成された。指針であり、条約ではないため、批准国であっても守る義務はないがどう扱うべきか、判断する基準となっている。2009年9月現在、スイスのモントルーで、モントルー文書を正規の条約とするための議が行われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。